ペータル・ボヨビッチペータル・ボヨビッチは、セルビア及び、ユーゴスラビア王国軍の軍人、元帥、バルカン戦争及び、第一次世界大戦を指揮した。ボヨビッチは、ノバ・ベロス近くのミセビカ生まれ。彼は1876から78年の、セルビア・トルコ戦争においては、砲兵学校の士官候補生として戦った。1883年、 ベオグラードの宝兵学校で教育を受ける。1885年のセルビア・ブルガリア戦争時、ブラブチ、スリブニツァ等の砲撃に参加。1885年12月から終戦まで、シュマジア師団参謀長代行。1887年12月、フランスに派遣され、2ヶ月間軍事科学を学んだ。帰国後、百八十八年から八百九十年。 参謀本部で勤務。1900年から旅団、師団校指揮し参謀総長補佐官、参謀次長を務め、師団を指揮した。第一次バルカン戦争において彼は、第一軍参謀長として、熊ノボ、ビトラの戦いにおいて、勝利を収めた。1913年、ロンドンで行われたトルコとの講和会議に、彼は、 セルビア政府代表の軍事専門家として参加した。戦後、アルバニアの沿海軍団長に任命。第2次バルカン戦争時、第1軍参謀長に再任。ブレガルニカ海戦において、ブルガリア軍を撃破。第1次世界大戦では、彼の指揮する第1軍はドリナの戦いにおいて大きな損害を被り、 ボヨビッチも戦闘で重傷を負ったが戦列に止まり、オーストリア・ハンガリー軍の攻勢を食い止めた。ベオグラード陥落後、セルビア・ブルガリア国境に残存する部隊を指揮した。1916年1月に司令官職を、ジボイン・ミシッチと交代し、病気でスカダール市に運ばれた、ラーデミア・プットニック元帥に代わって、参謀総長代行に任命され、 セルビア軍残存部隊のコルフ島への撤収を指揮した。彼は1918年6月までその地位にあったが、テッサロニキ戦線の拡大問題で連合国の将軍たちと対立し、辞任した。彼は再び第一軍司令官に任命され、同軍は最初に敵の戦線を崩し、占領地の奥深くへと進軍した。1918年9月26日、彼は 戦争時の貢献により、減水号を授与された。同年11月、ベオグラードを解放。1921年3月、彼は参謀総長に任命され、そして1922年に現役を退いた。第二次世界大戦の初め、ペータル・ボヨビッチは、若き国王ペータル・ニセイの顧問として、最高司令官補佐官に任命された。しかしながら、その年齢のゆえに、 彼はその後の戦役には参加しなかった。ありがとうございます。